はいどうも、赤星ですよ。赤星マシマシティー。よいしょ、赤いな。いや赤いですね。そんな私、1年ぶりにラーメン二郎の配信でございますということで、ラーメン二郎自体が、はい、そうなんですよ。ひばりが丘駅前店ということですが、ひばじですね。はい、まあ、ひばりが丘が3分ぐらいですところですが、先ほど言いました、私は去年の3月に、横浜館内店がリニューアルした時にですね、ジロー上げた時以来のお店、まあ、緊急事態宣言明けたんでね、行ってきました。これまでお持ち帰りの小岩店とか、一応ザキさんが一応中山とかを上げてくれたりはしたんですけども、一応初ですね今年は、そして後輩のバチョフ君もこう初のジローということで、話題のお店を、簡単に言うとプライベートのずっと赤の男ですねそうなんですよ、赤赤で並んで食べますが、基本メニューは、まあ、少なめラーメンがもともとあって、ラーメンとそれから豚入りに、サイズでっかいやつということなんですがですね、ちょっと見てくださいこれ、大ラーメンのボタンが壊れててですね、注文するときはこう現金120円と、大ラーメンの食券を足すと大の豚入りが買えるというのを私見逃したんで普通の大ラーメンです。はい、ということでこちらですね。豚が一応2枚入ってるもので、880円。こちらは全増し。全増し。ということなんですね。まあいつもの私なら増し増しにしますが、一般的に言うとひばりが丘は増し増しがないとされている。なるほどね。あんま増し増しって言っちゃうと、まあスルーされる可能性もあるみたいな、ことです。はい。で油がね、一応足してるんだけども、見える位置にはありませんね、結構ジローってこう野菜の上からかけるけど、スープの方に入ってる感じです、はい。そしてこれバチョフオーダーのラーメンなんですが、見栄え的にはあんま変わんないですけどね。そうですね、あでもやっぱ野菜の盛り方がそうなんですね。ちょっと、まあ、ってそうなんです、真ん中にギュッとなるタイプなんですね、分かりやすいです。さあ一緒にいただきます、さあ豚ですよ。僕は本当は増したかった、なぜなら、しみほろでめっちゃうまいんですね。なんでここまで柔らかいんかって、考え込んでしまうほど美味しいです。はい。あと、まあ、返しの染み込み度も、どうやったら中までそんなにいくのかな。ぶりで柔らかいと、ね、聞きたいですね。で、まあ、お野菜は、スープに染み込ませて食べる。で、これ、蓋野菜になってるんですけど、やっぱスープの強さとね、野菜の相性を計算して茹でてるなっていうのが、めっちゃ伝わってきますね。なるほどね。染み込ませるからこそうまい野菜だと、ちょっと思います。はい。増すってだけじゃなく、これはもう本当お野菜を、ま、あの先日のエドモンドさんもそうですけども、お野菜を料理として野菜コールしてほしいですね。なるほど、もう野菜トッピングではない。もはや。さあそしてスープですね。ひばじのうまさってやっぱりスープなんですよ。このスープのつんざくというような返しと、醤油感、そう、中にやっぱニンニクすんごい落とし込んでるんでね、スープ自体のニンニクが強いですね。はい。さあそして麺いってますね、グラム数はまあちょっと非公開で、ちょっと乙女だね、予想です、はい、まあもう感覚で分かるようになってるんじゃないですか。大体分かってきました。はい、400ちょい手前だと思いますね。なるほど。でひばじはちょっと平打ちで、デロ麺系なので、あの濃いスープをどんどん絡んで、どしどしすすれますね、これは本当に。で、丼の底にね、ちょっと肉の破片みたいなのもあって、これちょっとラッキー肉だと思う。ラッキー肉あるんですか。入ってなかった人もいるらしいですね。カップヌードル以来の謎肉。謎肉。ね、はい、ということで、美味しいんで、こっから一回、オフにします。ね。126。人間科学部が、あれなんですよ、ちょっとしょぼいんで後回して、整形とかは工学部は頭いいから先に、そうなんですよ、そうなんですよ。でも本気はねできるんで何が言いたいかというとですね、基
強烈なニンニク、芳醇すぎる豚、うん、この溶け込みのスープにちょっととろみが出てるから、うん、乳化スープから麺をグググググググッと持ち出して、いい香りの中すするというのがまたヒバジのうまさなんじゃないかと。絡んでね。ねえ、そうなんですよ。いやー、一日経ってまたすぐ行きたくなっちゃったもん。いや、マジ。連戦したくなっちゃうぐらいの美味しさ。ごちそうさまです。レンゲはありません。ほう。はい。あります。ということで、辛め度98として88。辛め度すごいんですね。そうです。すごく強いです、スープが。なるほど。はい。いやー、やっとですよ。やっと、やっといけましたね、うん。まあ別に行ってもよかったんだけど、はいはい、まあ、あの緊急事態宣言中に、うん、何度かちょっと今撮影できませんって断られたことがあったんで。なるほどね。そう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 。あ、じゃあ全編そうなのかなと思って一回控えてたんですね。あ、なるほど。はい。まあ、あとは、うん、僕のその手術のせいで行けなかったのがすごい長かったんだけど、なんか今だったら懐かしいですねもう、うん、なんかだからもうペースが異常だからやっぱり今日二郎しか食ってんすか。十分だからね、二郎食ってれば。いや、量的にはヒバジは、うん、そんなに劇的に多いわけじゃない二郎なんですね。あ、なるほど。はい、店主さんが、うん、一番美味しいと思う量で出してるという。はい、あのニンニクの量もいっぱい入ってなかったというか、うん、あんまり見えなかったと思うんですけども、うん、入れすぎない、まあ、スープにニンニクはめっちゃ入ってるから、うん、なるほどね。そのね、黄金比みたいなのが完璧な状態でしたよ。だからマシマシがないみたいなことなのかも。あ、それもあるね、もしかしたら、うん、やっぱ崩しちゃうっていう美学なのかもしれない、うん、味が、まあ、全部推測にはなっちゃいますけど。推測です。はい。ちゅうわけで私は二郎復活したんで、今後、うん、あの店とあの店行きますからね。どことどこだよ。大宮と千葉だぜ。お、新店。あ、ね、新店か。そうか、そう、行ってないのよ俺まだ。なるほどね。はい、数ヶ月経っちゃってるんで行きますから。はい。というわけで一旦、ヒバジ自体は2年半かな、ぶり。うわ、ぶりだね。ぶりだね。ということで、ごちそうさまでした。チョフチョフ。あ、チョフチョフ。Thank you.